まず一つの部族を三つに分けて、ある議案に対してまず A という部族が話し合う。 A という部族の1と2が話し合うのを3のグループはただひたすら傍観するんだよ、審判するので、話し合いが熱くなると必ず脱線したり感情的になった時にこの3番目のグループがそれをいなす。で、両者の必ず輪が取れるまで何日でも話し続ける。で、その結果出た答えを2個目のグループに持っていく。ここで輪が取れなかったら差し戻される。その輪が取り続けられて4番目まで行った時に最後の結論を5番目の政府的な部族が最後にそれをイエスというかノーというか。で、この政府には結論を出す権限はないんだよ。その来たものをイエスというかノーというかなんだよ。で、これがダメだったらまた最初に戻る。徹底的に話し合い続ける。だ、色恋に話を持っていくと1日で終わるか1年かかるっていうことわざがあるらしいんだけどね。ものすごい高度な民主主義が、議会制度がそこにはあったの。それを見て血で血を洗うヨーロッパから来た人々は驚いて、それをイエズス会の会士たちがヨーロッパへ伝えて、みんながそれを学んでできたのがヨーロッパの民主主義で、日本の憲法っていうのもほとんどそれに沿ってできてる。その色恋の話し合いにルールがある。弁者が喋っている時、民衆はその人が話し終わるまで沈黙を守ること。横槍を入れたりヤジを入れない。そして弁士は喋り終わった後一定の沈黙を得て、もう一度自分の意見を修正する時間を与えられる。それを双方に繰り返していくんだよね。僕今日本の国会って二院制から一院制にするっていう議論もあるでしょ。ものすごい退化してると思うんだ。話し合いの技術も話し合いのスタンスも。全員の幸せを願う気持ちがあったらそうはならないよねっていう。原発推進してきた人もだよ、今から戦争やろうとしてる人もだよ、一定の敬意を払わないと話し合いにならない。そしたら戦争嫌だって言ってても戦争状態なんだよ。それは僕はね、選挙制度もそうだし今の国会の制度も僕らが自分で見に行ったらなんじゃこれってことが山積みなんだ。だからいっぺん行こうよ。俺はその代表にはなれる。6で使ったら5でやって、それが今言いたかった。ご清聴ありがとうございます。公共の場を借りての演説なんで時間は厳守。もう終わりかな。きつくないやろ。あと4分は。そうですね。ここは神戸なんで、僕は山本太郎君を応援してる。東京選挙区の本当に彼が僕にきっかけを作ってくれたし、この人こんなこと言ってたら殺されるんじゃないかって思ったから、いろんな理由があるんだけど、いや的を増やそう、もうどん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 こういう考えの人はいるんだっていうことを一気に。お、ヤーマン、兵庫選挙区松本奈美穂、よろしくお願いします。もう私ね、ちょっと惚れてしまってもうハグさせていただきてちょっと舞い上がってますが、本当に宮城さんが子供さん守って速攻で沖縄に飛んだって話を聞いてね、私ら親から宮城さんが命がけで守った子供さんをね、話を聞いて私もなんかせなあかんと思いました。ここに座ってる増山玲奈ちゃんも子供2人連れて私の隣に住んでねなのでこの皆さんの中にも子供たち命をね、守っていく、そのために命がけでやってる人いっぱいいるんで、その皆さんと一緒に国会行こうよよろしくお願いします。ありがとうございます。いつもだから決め台詞は、俺は関東いるときは、まあ、ツイキャスで東京のやつらにもずっと言ってきた、東京選挙区山本太郎、全国比例は三宅洋平っていうのを決め台詞してきた。今日は神戸バージョンで行こう。名もなき市民が勇気を出して立ち上がった。稚拙な部分はまだいっぱいある。政見放送を見てもらえばよくわかる。緑の党は普通の人たちです。だからみんなの代表になれるの。
だから政治家と話をしに行く政治家が必要なの。兵庫選挙区松本奈美穂、全国比例は宮城陽平を、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。松本奈美穂、宮城陽平。岡田教頭から最後ちょっと選挙の、はい、選挙の話、テクニカルな話を、はい、まずは皆さんに協力をお願いします。比例の候補者って掲示板にポスター貼れないんです。なので皆さんのお家とか友達のお家に貼れるようなポスター今日たくさん持ってきてます。そして、まあ、宮城陽平はもう拡声器の痛い音じゃなくてちゃんと音響スピーカー立てて毎回演説してるんでお金かかってんです。寄付の封筒こっちもいっぱい持ってきましたんで、ぜひ投げ銭のつもりで今日寄付お願いします。投票用紙1枚目は兵庫選挙区松本奈美穂、2枚目は全国比例区宮城陽平で、よろしくお願いします。どうもありがとう。やまん、自転車発電の皆さんに大きな拍手を。今日演奏してくれたアーティストたちに大きな拍手を。